初恋芸人は、特撮番組の脚本執筆や馬研究家としても活躍している中沢健の作家デビュー作で異色の恋愛小説。大月健二、桐堂詩、李作、増野光一など多くのサブカル関係者ほか、児童文学作家の那須正寛や直木賞受賞作家の朱川湊人からも絶賛される。書質は風神社からハードカバーで出版された純文学であったが、2016年にはライトノーベルレーベルのガガガ文庫から加筆修正された文庫版が発売される。2016年に NHKBS プレミアムでテレビドラマ化された。マニアックな怪獣ネタでお笑いライブに出演する売れないピン芸人佐藤健二は年齢イコール彼女いない歴で女友達すらいないモテない男であった。そんな佐藤健二のネタを面白いと語る不思議な女性、市川利沙に出会い、佐藤は初恋をする。市川利沙と一緒に日常的に遊ぶようになる佐藤。だが、自分に自信が持てない佐藤は彼女に好意を伝えることがどうしてもできない。ある日、市川からしばらく会うのはやめましょうと突然言い出される佐藤。ショックを受ける佐藤であったが、市川には、大きな秘密が隠されていた。2016年3月1日から4月19日まで NHKBS プレミアム夜ドラマにて放送された。全8話。ドラマ化を記念して CS チャンネルファミリー劇場で特番緊急解禁。王健&たけしと一緒オカルトリカルワールド茨城も放送された。健二の芸人。仲間健二の中学生時代の同級生その他2020年3月28日よりオーディオブックが各配信サイトにてデータ販売されている。ありがとうございます。